今日は初めてこの不滅の刃の講演会参加させていただきまして、本当に楽しかったです。その中で一番気づいたのは、今の時代には不正が足りないというのと、自分自身ではやっぱり不正というものを映画とか漫画、そういったものからやっぱり吸収できていないということを感じましたので、明日からはまずはやっぱり自分がどういう不正が足りないのかっていうのを知るということ、そして次にそういった漫画や映画を見て、こういう不正というものが今どういうものがまあ世の中に求められているのか、流行っているのかというのを知るというところ、で最後にその不正とさらに母性、こちらの方も大切だと感じたので、このバランスをどのようにしていって自分が生きていくのかということを決めて行動していきたいと考えました。今日は本当にありがとうございました。川沢先生の居合を見れてすごく面白かったです。カバの呼吸1の方突破、カバの呼吸2の方和解、カバの呼吸3の方調和、カバの呼吸4の方尊敬、カバの呼吸5の方復活。川沢先生最高、良かったです、面白かったです。逆転夫婦だと子供は精神的に不安定になるということに非常に注意しました。ただそれは家庭だけで賄うのではなく、地域のコミュニティであったり、親戚のおじさんであったり、水泳教室のコーチであったりとバランスが大事だということをお聞きしてちょっと安心したんですけれど、不正を発揮できるように頑張りたいと思います。先生の不滅の刃に向けて講演会に回りました。今回の学びは母性というのは思いやりとかコンフォートゾーンということだったので、居心地の良さにどっぷり使っているところがあるので、講演会で母性を出よう、コンフォートゾーンを出ようということに気づきました。私も映画大好きなので、先生が本の中で紹介している映画たくさん見ていこうかなというふうに思います。ありがとうございます。母性ということがテーマだったんですけれども、さらに自分の中にある不正とか母性のことだけではなくて、周りの人間関係を考える上でも非常に役に立つ講演でした。そしてまあこのキャラクター浦島ちゃん先生が登場しているわけなんですけども、実際にも先生登場していただいたので非常に貴重な講演でした。どうもありがとうございました。